さてやってきました、さきの引き寄せの法則の時間です。 この番組は30分番組なんですけれども、えー、私浦中咲のフリートークとザ・シークレット・ザ・マジックの方を使って実際に引き寄せの法則をやっていってみようじゃないかという番組です最後までお付き合いお願いいたしますはい、今日は5月8日 うん、今ねツイキャスが今オープンしようとしてるけどなかなかオープンでならないよねちょっと待っとこうかしらねはいえー、とねゴールデンウィーク皆さんどんな日を過ごしましたか私はね海に行こうかなと思ったんですよね沖縄もねあのちょっと雨の日もあったけど天気も良かったのでね海行こうかなと思って私の好きな前田岬青の洞窟にシュノーケリングに行こうかなと思って。 ちょっとチェックしたんですねここに行く前行く時は必ず前田岬情報っていうのをチェックしてあの旗が立って旗がねあの映像が流れるんですけど、えー、青だったら一般の方でも入れる黄色だったらガイドの方が一緒にいないといけないそして青だ赤だったら遊泳禁止。 そう青じゃなないとダメなんですよねで天気も良かったしこれは大丈夫でしょうと思って見たら旗がね赤色なのいや赤じゃない何でと思ったら風が強いからですって風が強いとね洞窟の中ね波にねこう押されて洞窟の壁でね頭打っちゃうんですって危ないから、うん、だからねなんだ赤なんだって首脳切りできないんだと思って。 じゃあ私はどううしようかなと思って、うん、考えたんですねゴールデンウィークせっかくねみんないろんなとこ行ってる,行ってるだろうし混んでるだろうからうんそうだ私は映画を見ようと思って映画をねまた見てきましたよ2本見てきましたまず1つ目はねこれねチラシがあった、えー、トレインスポッティングっていうのあのね うん、これはねちょっとね見たら暗くなっちゃったな何ていうかちょっと待ってねツイキャスがオンになりましたはい皆さんこんばんはよろしくお願いしますうんえー、ねトレインスポーティングえっ、ー、とね世界中を熱狂させたトレインスポッティング再び 90年代ポップカルチャーの代名詞で社会現象まで引き起こした映画「トレインスポッティング」その続編が20年の時を経て帰ってくるね二20年20年前に私ね見てるんですよねこれあの私今44でしょ24歳の時うわ24歳私何考えて生きてたんだろう ね、で、うん、その当時私東京にいたでしょでねこの映画を見,なさい見た方がいいよって言ったのがもう大体ねちょっと行かれた、ね、外国人の人なんかね目をキラキラさせてすごいワクワクした感じでこれはすごい見て方がいいよって興奮しながら言うんですよね。でああそうなんだと思ってで見たらねもう。まあ ちょっと気が狂ってるっていうかね大丈夫みたいな、うん、まあ田代正シまで行かないけど大丈夫みたいなね、うん、でね場所がねイギリスイギリスをメインにした街をねメインにした映画なんですけどねうんなんかなあまあある,意ある意味すごいなと思ったのは 20年の時を経てその20年前に演じてた俳優があ,のある意味味の出てるおじさんになって出演してるかっこいいままにいるっていうねそれはすごいなと思った、うん、でもねストーリーはねまあねちょっと読んでみると大金を持ち逃げして20年ぶりにオランダからこの地に舞い戻ってきたマーク・レントン。 表向きはパブを経営しながら売春ゆすりをき家業とするシックボーイ家族に愛想を尽かされ孤独に絶望しているスパッド刑務所に服役中のベグビー想像通り物分かりの良い大人になれずにすさんだ人生を失踪する彼らの再会そして彼らが選ぶ未来とはってこういうストーリーねだからもう大丈夫この人たちっていう4人がね 繰り広げるストーリーリなんですよね、まあ、20年ぶりに俳優がかっこよくなってまた演じてるっていうことで OK としましょうってでもね帰りね私ちょっとね、うん、暗くなっちゃった、うん、私もね20年経ったけど元気でねこれからも頑張ろうと思いましたそしてねねもう一つは、ね まあななななんんんかか今もみんなが見に行ってるんじゃないかなちょっとね残念ながらねフライヤーがねもうみんな持って行っててなくてね今ここ手元にないんですけど出ましたよディズニーの「美女と野獣」やっぱこれはね見とかなきゃいけないと思って実写版ねもちろんねアニメでも見てるけど実写版はねやっぱりディズニーはねうーん綺麗ねと思って。 あの「シンデレラ」とかも私見たんですけどやっぱりこう期待を裏切らないとっても綺麗なね、あな女優さんもうお姫様の役もう王子様の役をできる人は誰ってねもう選び抜いた人が出てるんだろうなって、うん、でね今回ね主人公のベル役ベルエマ・ワトソン彼女がね演じてて私うん あこの人が演じるんだどうなのかなと思ったんですけど、うん可愛かったぴったりベル役にぴったりだった、うん、でねあのー、王子様もう王子様も期待を裏切らないわもう男前ねで、えー、っと王子様は野獣になっちゃうでしょそしてあの彼の召使いの人たちとは ろうそくとか、ね、時計になったりとかタンスとか初期になったりするでしょで彼たちもね歌って踊るシーンがあるんですけどあの何て言うのかなすごい綺麗あの映像がね万華鏡を覗いてるみたいな感じキラキラしてるのそれをねすごいあこんな綺麗なキラキラに作れるなんてすごいなと思って私もね感動でねワクワクしちゃった。 でね、ストーリーはもう分かってますよって分かってるのに泣いちゃった王子様がね「あベル」って「僕は君を愛してるよでも僕はさよなら」みたいな倒れてるのにねベルがね「死なないで愛してます」みたいないやもうねえ <laughs> もう私もね「う」って。 泣いちゃったんですよ「死なないで王子様」って。でねそこでね王子様がねまんまとねあの美しい王子様の姿人間の姿になった時「いやもうかっこいい」ってもうどんな男前が現れるのかなと思って「この時は私は待ってました」って「素敵ってもう泣いちゃったの。でも帰りはね あのトレインスポッティングの時と違う,もうスキップしてもう私もなんかミュージカルスターになったみたいな気分でね歌ってねスキップして帰ってきましたそんなゴールデンウィークを過ごしましたよ皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごしましたかねえー、とね今日はねまたね先週に引き続き「す、え、べ、ー、ての願いを叶えましょう」ってね といいいう項目をやりたいと思います皆さんねメッセージどしどし送ってくださいねえっ、ー、とね今日はね私ね「美女と野獣」でね頭がねポワーンってハッピーだから今日の曲はね「美女と野獣ね」ねあのね2曲続けてお送りしたいと思います、えー、1曲目はね「美女と野獣」まあそのままなんですけどねマリアナ・グランデジョン・レジェンドそして2曲目はね王子様が歌ってんの ジョッシュ・グローバン、エヴァ・モーでね、ビューティービースト2曲続けてどうぞ。 はい、いかがだったでしょうか。えー、マリアナ・グランデジョン・レジェンドの「美女と野獣」と王子様が歌ってるね、ジョン・グラーバー、エヴァ・モアの「ビューティービースト」でした。うん。えー、っと、ここでメッセージもね、届いてますね。えー、中野町の和樹さん、仕事が忙しい時期に入りました。早紀さん、幸せな雰囲気、おすわけお願いします。はい。映画を見てね。 王子様を見るとやっぱりね気分が高まるのよ。ぜ、う、ひ、ん「是非美女と野獣」見てください,、はい。そして猫の大吉さんもえー、っとメッセージくださってますね。うん。はい。に猫ちゃんのね写真でねお初だにゃいきなりですが帽子かっこいいにゃって私も猫ちゃん好きだからうれしいわいらっしゃい。 はいメッセージありがとうございますねいっぱいねデコフレームまで、まあ、プレゼントを、ね、届いてますねえっ、ー、とねここでねえっ、ー、とそしてもう一つメッセージが来てますねはいこれは久しぶりですね関西弁でいきましょうね「さきさんお元気ですか私の方は就活していたのですが体調が悪くなり決まっていたお話を断りました」 そんなことで元いた職場でまた働くことになりそうです。今回の就活の件では主人にもひどく迷惑をかけ主人にも仕事を2週間ほど休ませてしまいしっかりせんとあかんなと反省してます。気づいたら春も終わりかけですね。今日は黄砂がひどかったらしいですね。先日車を洗ったところなのでちょっと残念です。 さきさんはどうしてはりましたか私はまたさきさんのラジオを聞けるようになったので嬉しいです京都よりはるみ姉さんはい久しぶりですねありがとうございますはるみ姉さん、ね、この間ねメッセージくださった時ね仕事が決まりますよって喜びのメールが来てたけどあの後いろいろあったんですねうんうんまあ 体調がが悪くななっったっていいうことは、ね、仕方がない元気でねいること、うん、まずそれが一番ですね、うん、でもまた元の職場にね元働けるっていうことはありがたいことじゃないですか、うん、ね、うん、まあゆっくりねあの完璧を求めずまあぼちぼちと、うん ゆっくりと進んんででいいいいけたたらいいんじゃないですかまたねチャンスが来たらまたそのタイミングが来たらまた新しい職場で働けるかもしれないしいろんなこと挑戦できるんじゃないかなと思いますねそして黄砂がひどかったうん沖縄はこの被害はないのかなあんまりないね本土では多いのかな内地ではねうん 車洗ってもその何何ていうの砂ぼこりっていうの黄色くなっちゃうのかな洗濯物もできないってね大変だよねうんそう私もねこのゴールデンウィーク天気が良かった時はねもうあのー、冬物洗濯して干しました、うん、でベッドシーツも買えました そしてえーっとね。こたつも出してたんですけど、私沖縄住んでるんだけど、こたつ出しててでそのこたつもね。片付けましたよ。うん、ねやるやらなきゃね。夏に向けてね。ちょっとね。準備しとこうと思って、この休みの期間を使ってね。色々ね。家のことをね。綺麗にしてましたよね。うん、春めさん。またメッセージありがとうございます。またね。あのメッセージくださいね。 お互い元気でね、頑張りましょうね。はい、ではね、ここでね。えー、っと、今日は。すべての願いを叶えましょう。うん、えーっと、想像力こそが。魔法の絨毯です。うん、先週ね、あの。欲しいものを十個。リストあげましょうって。うん。 そして、えっ、ー、と、何欲しいものを手に入れるときには、もらったときにだけありがとうって言うんじゃなくて、えー、欲しいものをもらう前に儀式のように、ありがとうってまず先に感謝をすることって、そして、と受け取ったときにまたありがとうって感謝する。まずもらう前に、ま もらったかのように感謝するっていうことをしなさいって言ってましたねでね10個考えましたかってまだ考えてない私今これでもね願いは叶うから今度ね今日はね色々いろいろなんか私が興奮してね映画の話とかしてたからいかにどうやってそれを10個書くかっていうことをね伝えようかなと思ってますうん 例えばこうしなさいって書いてますね。それをね、あの来週あの紹介したいと思います。皆さんね、今日ね、メッセージありがとうございます。猫の大吉さんもお初でね、いらっしゃい。ありがとうございました。で、またね、月曜日ね、ま、毎週月曜日夜10時、さきの引き寄せの法則、放送してますよ。お相手は私、浦中さきでした。ありがとうございます。おやすみ。